はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。今回、ウルトラセール172冊のパート4ですけれども、いや、もうね、買いまくってるから、もう本棚がね、もう足りないんですよ。もう常に本買ってるからね、買いまくり男なんですけれども。で、今回紹介するのは、講談社現代新書と、あと小説の単行本、2つの種類の本を紹介します。このね、新書。これ新書がね、こんだけね、買ってきたんですよ。でも、やばいっていうね。で、この新書ね、僕、講談社現代新書集めてるんで、5冊ずつぐらいで一気に紹介しますけれども、こちらね、これ、好きと嫌いの心理学ね。たくまさんね。たくまさんって結構昔の心理学者なんですよ。で、講談社現代新書からも大量に出てて、これ唯一持ってない本なんですよ。やったと思ってね。で、続きまして、こちら。これは、新書東洋史の中国の歴史1の中国社会の成立原始新全巻ね。これね、このシリーズね、僕ね揃えてるんですよ今。で、この新書東洋史ね、中国とかこれ新書西洋史とかもあるんですよ。だからその流れをね、やっぱ勉強したいなっていう気持ちあんの。僕世界史とかね、やっぱ歴史好きで、そういう系の本はねよう買ってるんですけどね。で、続きまして、現代アラブの社会思想、終末論とイスラーム主義ね。まあ、この現代アラブの社会思想ってことは、やっぱ世界史系とこう思想系が入ってるでしょ、哲学みたいのが。そのダブルパンチなんで、僕めっちゃ好きな分野なんですよ。だからやったと思って買いましたね。で、続きまして、こちらね。これ、新書日本史、近世の日本ね。これ、新書日本史っていうのもあるんですよ。でも、このシリーズも僕やっぱ好きなので買いますね。今回、新書日本史は多分初めて買ったんだけど、これもシリーズたくさん出てるのでね、買っていこうと思いますね。で、こちらね、野谷茂樹さんの哲学の謎ですね。これね、欲しかったんですよ。これ、哲学のね、講談社現代新書って僕集めてて、これね、なかなか売ってなかったのでね、欲しい欲しいと思ってたんだけど、ありましたね、よかったな。次の5冊ですけれども、こちら、スピルバーグですね。いやー、これスピルバーグね、これ映画関係ね、僕あんま映画って見ないから、こういうのでちょっと勉強して、実際読んでみようかなと。スピルバーグなんかさ、僕あんまり知らないけど、E.T. で激突、ね、クラッシュね。とか、インディ・ジョーンズもスピルバーグだったんだね。へえ、こういうのね、面白そうですね。で、次こちら。ゴリラと人の間。これすごいタイトルだっけ、結構分厚くて、こちら、山際十一さんね。十一。十一って読むんだね。年数じゃないんだね。十一さんね。山際十一さんの本ですね。いや、こういう系もね、やっぱ欲しかったんですね。で、次これ。輪廻と下脱ですね。なかなか面白そうタイトルじゃない。まあ、結構ね、僕仏教とかね、宗教系もね、興味あるんですよ。なんだって興味あるんだけどね、結構人文科学というか、まあ文系系のね本は僕得意というか好きなので、こういうのもねちょっと買いました。苦海からの脱出してみたいですね。で、次これ、働くということね。黒井千治さんね。黒井千治さんってね、作家なんですけど、こういう新書も出してんだね。で、こういうのも買いました。実社会との出会いね。で、次これ、平井信義さんの性を考えるですね。これね、何がいいかっていうと、これね、ここの投資番号8番なんですよ。8番すごくない？これね、投資番号全部ついてて、今ね1700ぐらいまであるわけ。このクリーム色のね、講談社現代史でしょ。でもその8番ですからね、初期の初期の初期なんですよ。よかったな。続きまして、こちら、これはセルフコントロールですね。心身の健康はリラクゼーションからと。これ自律訓練法とかそういうタイプのやつで、まあ瞑想の流れを組んでるやつなんだと思うんだけど、筋弛緩とかですからね、こう筋肉を弛緩させて、こうリラクゼーションを図るというやり方が書かれてると。さっきのはセルフコントロールだったけど、今回セルフコントロールの心理学ね。で、この人も結構心理学の本出してるんですよ。僕心理学専攻でずっと心理学勉強してたから、こういう系はねもう買っときたいんですよね。時々読んでさ、あ、懐かしいとかね。で、こちらね、これ根本吉夫先生ね。根本吉夫先生、吉夫っていい名前だけどね、これ柑橘の吉夫だからね。心理学系はね、何でもかんでも僕買っちゃうんでね、新書は。で、こちら、内宗七さんの嘘とパラドックスね。いや、これゲーデル論理学の道って書いてるね。
ゲーデルとかもね、僕あんまり詳しくないんですけどね、いやこれ変えてよかったなと思います。この虎みたいなのがなんかビーってなってるの面白いね。で次これね、子供に教えたくなる算数ね。僕ねやっぱり文系な人間ですから、数学とかねそういうのあんまり強くないんですよ、科学とか。でもやっぱりだからこそ勉強したいわけですね。だから僕は何でも文系だろうが理系だろうが一応本は買っちゃう人間で、いやいいですね。クリーム色はこれで終わりかな。クリーム色はこれ神話西洋史封建制社会ね、ここのねゲルマン人と民族大移動から、まあ、カロリングルネサンスの流れを多分説明してると。これもね神話西洋史シリーズなんで3でしょ、でずっと続くんですよ。で現代のところまでやってくんだよね。だからシリーズ10ぐらいまで確かあったんですよね。これ加えてよかったな。世界史僕好きなんでね。でこちらこれねクリーム色じゃなくて今のこの色のやつですね。でこれは東博樹の動物化するポストモダンと、あと大学論ね、大塚英治。いやこの2人ってさ対談もしてなかった。まあやっぱりいいところですね、この辺りはね僕好きなんでね。動物化するポストモダンね読んどいて、ゲーム的リアリズムの誕生も読むと結構わかりやすいですよ。で続けましてこちら、これね西尾維新先生の人類最強の初恋ですね。いやこのシリーズもね僕買おうって思ってたんだけど全然変えてないんですよね。で本当にねこれ相川淳さんですよ、この赤い人は相川淳さんって言って人類最強なんですよ。で最強すぎてここに書いてくる、ああつまんねえの自殺しようかなって言って、やったら今度恋に落ちるみたいな話なんだよね多分ね。ザレ事シリーズのスピンオフなんですよね。だからちょっと買いたいなと思って買いました。100円だったのよね、やっと。でこれで新書は終わり、あと単行本紹介したら終わります。でこちらですね、これ村上龍さんのコインロッカーベイビーズですね。今更これの単行本買うかって思うけど、これ野間文芸新人賞取ってるんですよ。で僕ね芥川賞の単行本集めてんだけど、今度三島賞とね野間文芸新人賞の単行本もね集めようかなと思ってね、結構一覧表作ってね自分で覚えて、まあ、Amazon に入れてるから分かるんだけど、それでね買おうとか思ってやってんですよ。だからコインロッカーベイビーズ野間文芸新人賞だったんでね、いや買おうと思いました。で続きましょう、こちらこれ島本理央さんのリトルバイリトルですね。これは帯に書いてないと思うけど、これも実は野間文芸新人賞なんですよ。野間文芸新人賞なんですね。なんでこれも単行本買いました。で次こちらですね、これ創造ラジオね、伊藤聖子さんね、これね文庫本持ってんだけど、なぜ単行本買ったかというと、これも野間文芸新人賞なんですよ。野間文芸新人賞の単行本は買うということなので買ってきました。あとこちら柴崎友香さんねの寝ても覚めてもですね。いやこれもね映画にもなって有名だけど、これもうなんで買ったかというと、これも野間文芸新人賞なんです。野間文芸新人賞は調べたらわかるけど、この辺が取ってますね。まあみんな純文学のところなのでね、いや素晴らしいと思いました。あとこちらはね小池雅代さんのタタ堂ですね。タタ堂、これは川端康成文学賞取ってるんですよ。で川端康成文学賞もまあ純文学の賞なんですけど、新人賞ではないですね。もう熟した超熟した短編が選ばれるっていうやつなんですね。でまあ今のところはまだ川端康成賞の単行本は買う予定はないけれども、まあ売ってたから買いました。であと4冊紹介したら終わります。でこちらこれ鹿島田真紀さんの少年聖女ですね。少女って読むかもしれないね、もしかしたらね。でこの少年聖女は鹿島田真紀さんで、鹿島田真紀さんでね文庫化されないこと多いんですよ。だからねちょっと買ってみました、単行本。まあだいたいねブックオフの単行本200円とか100円とかなんで安いんでね買いました。いやこれで3冊こちら、山崎直子らの美しい距離ですね。でこれは島瀬恋愛文学賞取ってて、僕は別に島瀬恋愛文学賞は単行本集めるつもりはありませんが、これは芥川賞の候補作に昔なってた作品なんですね。何年も前だけどね。でこれを買いました。うん、よかったね。直子浦さんはね芥川賞ね取るかとかいうところでねなかなか取らないので、取ってほしいんですけどね。であと2冊こちら、
これ反復するものですね。氷上秀幸さんの反復するもの。これはね、文芸賞受賞作ですね。文芸賞受賞作。去年の文芸賞かな。去年か一昨年の文芸賞で、今年のね、文芸賞まだ読めてないんです。つまり、カカっていうのと改良っていうやつが文芸賞取ったでしょ、今年。で、それも単行も出ましたけど、まだ変えてませんけれども、これでも震災文学らしいんだけどね。いや、ちょっと読んでみよう。文芸賞集めてるから。こっちのね、応募型の新人賞の単行本はもう集めてるから、これ売っててよかったなと思いました。ラストですね、ラスト。ラストのね、小説なかなかね、面白いよ。というのもこちらですね。これは横田はじめね、横田はじめさんの落とし物っていう小説なんだけど、これね、諸子汽水域から出てんの。で、僕も聞いたことないよ、諸子汽水域。でも横田はじめは聞いたことあるんですよ、僕は。これ横田はじめっていうのは2000年に世界記録っていうので群像新人賞取ってんですよ。でその後に裸のカフェで三島由紀夫賞候補で、結構ね、早川書房の埋葬っていうのがこの想像力の文学のシリーズの一つらしいんですよね。で、その横田はじめさんなんですけど、そんなに単行本出てないんですけれども、この諸子汽水域から短編集が出たと。まあ諸子汽水域どこやねんちゅう話だけど、でこれが200円で売ってたのでね、いやちょっとレアなんじゃないかって思ったね。いわゆる一般流通してないんじゃない。でもバーコードがあるから一応一般流通してんのか、 ISBN もあるからね。結構5000部もすられてないと思いますよ、これ多分多分ね、うん、部数はそんなにないと思うんですけどね。いや、よかったな。変なところ見つけてね。こういうのが結構掘り出し物なんですよ。レアなのかはどうか知らんけどね。はい。ということで、今回はこの本を買ってきました。いや、なかなかね、いい本買えましたね。で、次回でパート5で172冊ウルトラセール会は終わりということで、乞うご期待。ではでは、高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。バイバイ。